はい、どうもごやんです。今回はですね、こちらのサボテンダーチャレンジ、超究極サイパンデモニウムの水ですね、こちらにサボテンダー連れていきたいと思います。まあ手持ち的にね、やっぱり水が一番簡単やったっていうこともあってやりやすかったですね。まあゾロがやっぱね、意味わからんぐらい強いんで、これもね結構あっさり倒してるんでね、この反射意外と硬いんですけど、まあゾロが強すぎてちゃんと雑魚にしっかり触れていけば今みたいな感じであっさり倒せるというところで、で SS 貯めたいんで、あんまり早く抜けすぎても困るなっていうところがあるんで、まあ道中 SS 貯めたりパック貯めたりしながら抜けていきたいな。でできるだけ 4P で抜けてサボテンダー始まりをしたいなっていうところなんですけど、強すぎて抜けちゃうという時がちょいちょいあるので、まあまあそれはそれで、そのタイミング条件に応じて、ショット決めていくしかないんですけど、まあ、バトル2に関してはね、まあゾロならば配置にもよりますけど、大体どこにいてもしっかりいい感じの角度で放てば一点抜けも可能なんで、バトル3でサボテンダー始まりに調整ができましたよと。ただあんまり早く抜けすぎるとパックが全然たまらないので、まあ、パックを貯めるためにここでできれば2体以上処理を2回行いたいので、一手で抜き切るんじゃなく、なるべく2体以上残すような感じ、かつ2体以上倒す感じで打っていく。で 3P で抜けちゃうとまた 4P 始まりになっちゃうんですけど、ちょっとゾロが強すぎて抜けちゃってまたゾロ始まりになっちゃうんですけど、まあなんとかなるかなというところですね。正直サボテンダー始まりやとしてもまあまあきついんで、あんまり変わらないかなっていうところで、ここに関してはまあ地雷をいかに避けるかっていうところだけなんで、で、正直反射印処理よりもプヨ処理を優先していかないと次のサボテンダーでプヨが倒せないんで、ゲージ決めてしっかり両方倒していく。で地雷巻かれて地雷踏んだらやられちゃうんで、テルポトンネルに重力で減速しながら入っていって、最悪事故って出てきても耐えれるようにサボテンダーを配置して、で残りのゾロでしっかりと反射印を倒しつつボスも倒していくという形でやっていきます。まあね、ブロック持ちやとブロック中に入ったり出まくって暴れ回ったりが選択できるんで熱いですよね。でここもできればこのゾロで反射に両方とも処理したかったんですけど、まあスピードが足りずというところで、次は 3P で確実に処理をしましょうというところなんですけども、まあ直で入っていけるんかな、まあでもそれが安全よなっていうところで入っていったらまあ強いね。うん、ゾロありきのサボチャレとなってしまってますが、やっぱり言うてグダルというか一手無駄にするんで、残り即死まで3ターン、このボス位置がね結構きついんですよね。意外と即死までのターンが短いんでちょっとグダルとアウトなんですけど、まあしっかりと弱点を切っていって、しかもサボテン始まりなんで地雷は気にせずに動けるというところで、まあボスにはね、まあボス戦の中では一番やりやすいかなと思うので、まあサボテンダーをちょっとでも敵ダメージ出せるように動きつつ入れ番してますけど、ゾロの3ターン以内に決めきるというところで、まあこう結構迷ったんですけど、まあ横でしっかりとゲージは外していくというところで、青テレポトンネルからザシュザシュしながら
弱点もしっかりと殴れるように動いていく。で、友情は威力でかいけど、パンデモニウムに当てるのはなかなか難しいんで、まあ狙うのは無理ですね。で、3P でしっかりとゲージ外して倒していく。まあ正直倒しきらない方が良かったんですけど、やっぱりサボテン始まりじゃないと、同時処理をねするというかしやすいターン、偶数ターンにサボテンターンのターンになっちゃうんで、まあ失敗が許されないという状況になるので、できればここはサボテンダー始まりが良かったですが、まあとりあえずプヨは必ず処理しながらサボテンダーのターンはせっかくエセスが溜まってるんで、地雷を踏まないためにも事故らないためにもハリセンボン打っていきます。30万ダメージで、ここのゾロで同時処理をしてしまわないと次のターン負けなんで、しっかりと両方処理できるようにゲージはここは決めていく。で、両方の弱点をしっかりと殴って突破と。まあ配置が割と良かったですね。で、あとはゾロがSS 溜まってるんで、まあゾロの SS をボスに当てるだけでもう勝ちなんですけど、これもね、上に SS 打ったらボスに初手で当てれば勝ちなんですけど、まあせっかくなんで通常のやり方で倒しきりだなというところで、テレポトンネルにしっかりと入っていって、ゾロ強すぎーっていうことでね、無事サボテンダーチャレンジクリアとなっております。まあとにかくゾロが強いクエストでしたね。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら高評価、そしてチャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。それでは。